仙台市立、今白石中学校は、宮城県仙台市泉区根の白石あざ東六屋に、ある公立中学校。通称は、根中。本校は、戦後の学生改革により、新生中学校として、当時の根白石村に開校した。開校当時は、今白石小学校の校舎の一部を曲がりしての、スタートであった。仙台市泉区のほぼ西半分を学区としており、 周囲は、田園地帯である。本校は丘の上に位置しており、高地は森林に囲まれ、付近には7北た田川が流れるなど、自然豊かな地域に位置している。また、本校は地域に根ざした学校であり、例として、本校の文化祭や近隣に位置するね、白石市民センターにて秋に行われる祭りで地域に伝わる伝統芸能を生徒たちが披露し、 継承活動をしていることが挙げられる。なお、近年は、学区内の少子化などで、生徒数は減少傾向にある。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震と一連の余震では、本校が位置する仙台市泉区内では、最大で、震度6弱にも及ぶ激しい揺れにより学校施設が、被害を受け、修繕工事が行われている間、 付近に位置するね、白石小学校や今白石市民センターの一部を曲がりして授業を行う措置が取られた。仙台市立今白石実査は福岡の各小学校の学区。ありがとうございます。